皆さんこんにちは、魚類学チャンネルです。今回よく釣れるのですが、見分けるのが難解な2種類の魚の見分け方をご紹介したいと思います。それがこちら、トウゴロイワシとギンイソイワシです。トウゴロイワシもギンイソイワシもトウゴロイワシ目トウゴロイワシ科に含まれる小魚です。属はどちらも従来はギンイソイワシ属とされましたが、トウゴロイワシの方は2019年に新設されたドボアテリナ属トウゴロイワシ属に移されました。また種小名も従来のものとは変わっておりますので注意が必要です。トウゴロイワシもギンイソイワシも標準和名にイワシとついておりますけれど、一般的なイワシ、例えばマイワシやカタクチイワシなど2神目の魚とは全く異なる仲間の魚です。見分け方は簡単で、背びれが2つあるのがトウゴロイワシやギンイソイワシ、まあこれらは背びれボロボロですけど、一つだけなどがマイワシやカタクチイワシなど普通のイワシ、腹びれの位置もトウゴロウイワシ科の魚の方が普通のイワシよりも随分前にあります。トウゴロウイワシやギンイソイワシは見た目がダイエットに成功したボラの仲間のようで、図鑑などを見てもボラ目と近いページに掲載されてはしていますけれど、実際は近いけれども別の系統とされているようです。昔はトウゴロウイワシ目やボラ目のほか、トゲウオ目やタウナギ目などをまとめたスメグマモルフ系の中に含まれられていましたが、現在はスメグマモルフ系は単系統のグループとしては認められず、最近の図鑑などではこの分類群はまず採用されないでしょう。ということで、ここでやっと本題に入ります。トウゴロイワシもギンイソイワシもサビキ釣りではしばしば釣れる種類です。しかしながらこの2種はかなりよく似ており、トウゴロイワシもギンイソイワシも体側を見ただけでは見分けるのは困難です。しかしながらこの2種は種が異なるだけではなく、上位分類である属も異なっています。この2種類の見分け方で最もよく知られ、かつ最も確実なのが肛門の位置です。トウゴロイワシの肛門は左右の腹びれの間に開いています。まあ分かりにくいかもしれないのでアップで見てみましょう。一方、ギンイソイワシの肛門は腹びれの端っこよりも後ろに開きます。ちょっと分かりにくいかもしれませんね。これだったら分かりやすいでしょうか。黄色が腹びれ、赤が肛門です。ということで並べてみました。上がトウゴロウイワシ、下がギンイソイワシになります。一方で他の形態形質は大部分で数値が被っておりまして、この科の種の同定に使われることが多い重列輪数につきましても、トウゴロウイワシでは43から46、ギンイソイワシでは43から47とほとんど数値が被ってしまっています。重列輪数で見分けるのは無理なようです。なお、どちらの種類も関東から九州までの太平洋岸、北陸から九州までの日本海岸及び東シナ海岸、これらの海域に広く分布しておりますけれど、琉球列島ではさらに多くのトウゴロイワシの仲間が生息しておりまして、種の同定がさらに難しいのです。トウゴロイワシもギンイソイワシもあまり食用にはされておらず、一般には釣り餌に用いられる程度ですが、焼いたり揚げたりすると意外にも美味しいです。ちなみにトウゴロイワシの仲間は三重県尾鷲ではドボと呼ばれておりまして、これがトウゴロイワシ属の学名ドボアテリナの由来となっているわけです。なぜ三重県尾鷲の地方名を学名に採用したのかと言いますと、この属を提唱した佐々木さんと木村さんが2人とも三重県の方だからかもしれません。水産試験場と三重大学の方ですね。トウゴロイワシ目にはトウゴロイワシ科以外にもいくつかの科があります。トウゴロイワシ科は日本ではトウゴロイワシ属、ギンイソイワシ属、屋久島イワシ属、麦イワシ属の4属が知られておりまして、種類も10種類以上知られております。この他の科としてはアルゼンチン原産で、日本には神奈川県や霞ヶ浦に移植されましたペヘレイという魚もいます。これもかつてはトウゴロイワシ科のメンバーとされていたんですけれど、最近はアテリノプシス科という別の科に含められていることが多いです。この科のものはトウゴロイワシ目としてはかなり大きくなりまして、50センチにもなり、原産地では重要な食用魚となります。日本産トウゴロイワシ目魚類には他に波の花か波の花属の波の花が知られております。この波の花属もどうやら日本には4種類が分布するとされています。
アクアリウムにおいてはオーストラリア、ニューギニア、一部マダガスカル島の淡水、汽水域に生息するトウゴロウイワシ目の魚には非常にカラフルなものがおりまして、これらはレインボーフィッシュと呼ばれております。しかしこのレインボーフィッシュの中にも複数の科のものが含まれているようです。今回はトウゴロウイワシ科のトウゴロウイワシとギンイソイワシの見分け方をご紹介してまいりました。ご清聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いいねやチャンネル登録の方よろしくお願いします。